アクセスできるものを探してください。いやあ、かかってこいやー。またガード野郎がいたな。大体。いた。あら、少し待ってやつ。手を狙いつつ。手、甘いのとれてる。手狙ってから。頭あ、うえ、待てもたつくとこれダメっすね。よし、よし、なんかトロフィーもらったな。あー、頭が、まさかの玉ビルスか。めんどくさ。はい、はい、はい。よし。あれ、ここか。ここか。よっ、ほい。よし。おお、目の前に落としヘッドショットが気持ちいいっす。痛い。硬いな、ちょっと。痛っ。あ、落ちちゃったもん。いっぱいおるな、なんか。出してからするか、ゴーストは。おい。おいよ、おいよ。おいよ。よっしゃー。欲しいね。ではアクセスキーを手に入れましょう。持っているものを見つけてキーを奪ってください。なんだって、キーを奪いだと。痛い。早い、こいつガード解除が早い。やめて。そう、何やろ。あらまいな、もう。ここにもおんねん。えい。あれ？いっぱいあるけど、これ全部倒さな。はい。なくてからめんどくさいね。あ、もうここいっぱいいる。何あいつ、早っ、動き、どっちあいつ、よっよっ、体温、たた、あ、もう痛い。こっから撃ってみてる。てか、お前か、出たまるか。あーなー、危ない、死ぬ。あ、ふぅ。危ねえ。ちょっとロケラにするわ。あらー。うわー、危ない。あー、危ないもん。痛い、何あれ。こっち、こっちも欲しい、みんな欲しい。いやー、ねえ、ここの敵、ちょっとワン下がりすぎじゃね。お前も欲しい。ちょっとそうなんだよ。
いっぱいすぎ。曲がかっこいい。ここよし、危な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 、来るな来るな来るな、お前も来るな、邪魔やねん。お、危な、ナイス、よし、よっ、湧いた、よっ、ヘッドショットでかましてる、全然ダメージが、あー、まゆさ、あー、また、くそー、危な、危ない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 、危ない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 、ああ危ない、このキーでうまくいくことを願いましょう。ゲート近くのカバル基地を調べましょう。やっと倒せたよ。これ適正レベルできたら大変でしたね。ほんと、もうこんな、なんもない、これただただの落とし物なだけ。そろそろビクルを強化したいんですよね、早いやつに。だけん高いんよね。あれがゲートです。しかしゲートロードの目を起動させないと中に入れません。カバルの様子を見ましょう。倒せと、倒すということですか。またもや、またいるし、あー、また弾切れやった。今度はまた火星に初めて来たんであれっすね。あ、こっち行ってんの、上、上か、上行くんか、うん、こっちかな、あれスルーしていかないとか、こっち、こっちかな、こっちからいかな、あ、違う、うん、この道こっちから行かなきゃいけないのね。あいやーやー、あー、狙いが、狙いが、あ、よいしょ、あ、よいしょ、よし、で、どうやっていくんだ、うん、しょ、こっちからか、よいしょ、月が先なんか音差が痛そうやね、ああ、もう、負荷エングラム、こっちかな。ゲートについて何か知っているかも。素晴らしい、カバルはベックスの認識メッシュも突破したようです。ふん、え、敵を倒せと、またこ
あ、終わった。ここには大勢のカバルがいます。ゲートがどんなものか彼らが理解しているかは分かりません。ですがゲートロードの目を起動させてブラックガーデンに入る。あ、カバルを突破するしかないようです。スナイパーライフじゃ間に合わないなこれ。あ、あそこにいたいる。なんとかストーリー終わらせられましたね。一時ちょっと危うかったですけど。おお、いっぱい進歩したぞ。ちょっとバウンティーも受けてるんで、後でパトロールに行こうかななんて思ってます。もうちょっとね強くなったらクルーシブルとかやってみてもいいんですけど、何しろまだ18ですから勝てないんですよね。なんとか一人ぐらいってところでしょうか。これはアップグレードでこっちの方がいいかな。よし、では今日はこのぐらいですかね。ちょっとあまりに敵が初めてすぎて多少無謀なところもありましたけど、まあリハビリということでお許しください。それではまたの動画お楽しみください。ご視聴ありがとうございました。